山口県豊富一丸久し宮う支店ちなみに丸久し1号店も宮市であった株式会社丸久しは山口県豊富市に本部を置くスーパーマーケットのチェーンストアを展開する企業現在はリテールパートナーズの参加法人1954年3月12日に9つの食品雑貨ドニアが合同で豊富専門大棚として創業現在は 山口県を中心に、スーパーマーケットの、丸9、アルク、サンマートと、ショッピングセンター、アトラスを展開する。丸9の野号は、当時野号に、丸をつけるのが流行していたことと、9つのトギアの合同にちなみ、9を9に読み替えたものである。1980年代、バブル期に、広島県、福岡県など、山口県外に、 積極的に出展する。さらに GMS への展開を目指し、家電販売、マルヒサシ家電プラザ、書籍販売、ブックスレイ Q、コンビニエンスストア、パコールなど新規業態への展開や、外食事業にも進出。また、豊富読売マラソンのスポンサー、台湾に、台湾丸 Q として進出するなど、会社の規模は拡大させていった。マルヒサシブランドを冠した。 プライベートブランドの開発にも取り組んだ。しかし、バブル崩壊に伴い売上高が減少し、多くの事業から撤退。1992年10月には、コンビニエンス部門の営業権をローソンに譲渡し、1996年には、レッツ09、アトラスミネ、アトラスナガトといった大型店を閉鎖し、書籍部門も1999年に、 名や書店などに営業上とした。県外の店舗も、この時期にほとんど閉店しており、保有していた、女子陸上競技部は、ファーストリテイリングに移常している。一時は経営悪化で破綻が囁かれたが、食品スーパーに特化することで、奇跡的な復活劇を遂げ、経済史などで賞賛された。なお、丸久ヒサシ、朝は、経営不振時に、大英に売却。 大英朝店として運営されていたものが1999年の大英の経営不振に伴う撤退により丸久氏が再取得した珍しい例である。近年では大手コンビニエンスストアや丸は三里部、泉、イオンなど周辺地域の同一業態資本による出店構成を見据え一部の店舗について郊外型大規模店舗、歩くへのリニューアルを進めている。また、 県北部や宮町村部をはじめとする一部地域では、小規模食品スーパー、サンマートによる出店となっており、マルキューとしての店舗数は減少傾向にある。2005年10月11日に泉と業務、資本提携で基本合意し、資材調達や物流拠点の共同化のほか、マルキューのマルキューポイントカードと泉の夢カードとの間で、 ポイントサービスの相互互換などを行っている。その一方、同じ山口県に本部を置く、中央フードを買収した。なお、山口県外の店舗は、長らく、広島県大竹市、島根県吉川町の3店舗のみであったが、2008年11月19日に、歩く20日一点を出店して、バブル期以来の県外への新規出店を行うなど、以後も徐々にではあるが、 広島、福岡両県への進出を行っていた。2015年7月1日、大分県佐伯市に本社を置き、九州地方を地盤とする、株式会社、丸宮ストアと経営統合。従前の株式会社丸久氏は株式会社、丸宮ストアを完全子会社化するとともに、持ち株会社に移行し、株式会社リテールパートナーズとなった。 現在の株式会社丸久氏は、この際に既存事業を会社分割により承継した法人である。なお、持ち株会社移行時に泉との資本業務提携は解消されており、ポイントサービスの総合互換も2015年10月31日をもって終了した。現在は独自の電子マネー付きポイントカードメルカを導入している。2021年3月30日、 ピクロスタブセ店が丸久田伏せ店として建て替えオープンしたことによりピクロスブランドが消滅。戦術の GMS 業態などのブランド消滅は過去にあるが食品スーパー業態のブランド消滅は企業として初である。取締役会のもとに経営会議、経営改革委員会、予算委員会、コンプライアンス委員会が設置されており、 それぞれ毎月1回の開催を原則としている。店舗分布の詳細については公式サイト内店舗、一覧を参照のこと。改築及び改装を経て歩く及びサネマートとなっている店舗を除く。豊富市山口市萩市宇部市山陽大野田市下関市、岩国市柳井市周南市下松市北九州市以下の2社は2020年3月1日付で九州合併された。 この街が好き作詞、作曲中、腰和明その他、レッツ0・レイ級には専用のテーマソングが存在した。作曲者の中腰和明は、山口県のスーパーのイメージソング、CM ソングを数多く手掛けており、ライバル店の山と、丸木のイメージソングも、中越の作曲である。広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。